6月23日、地方競馬の AI レース予想です。穴馬やその他の情報は本チャンネルの概要欄を参照してください。それではスタート。水沢は1レース。予想上位は夜間飛行。目標タイムは0分51.8秒です。荒れない確率の方がやや高いです。水沢は2レース。予想上位はストレート。目標タイムは1分25.6秒です。荒れにくいレースになりそうです。水沢は3レース。予想上位はルレット。目標タイムは1分25.0秒です。荒れにくいレースになりそうです。水沢は4レース。予想上位はみゆき下克上。目標タイムは1分25.3秒です。荒れない確率の方がやや高いです。水沢は5レース。予想上位は大勢フェーマス。目標タイムは1分25.0秒です。荒れない確率の方がやや高いです。水沢は6レース。予想上位は大勢ファルクス。目標タイムは1分24.1秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。水沢は7レース。予想上位はちはやぶるらん。目標タイムは0分51.8秒です。そこそこ荒れるレースになりそうです。水沢は8レース。予想上位はブライティアルアー。目標タイムは0分51.7秒です。荒れる確率の方がやや高いです。水沢は9レース。予想上位はムーンダイヤモンド。目標タイムは1分43.9秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。水沢は10レース。予想上位はオーケストラ。目標タイムは1分43.9秒です。高確率で荒れるレースになりそうです。水沢は11レース。予想上位はバケーション。目標タイムは2分8.2秒です。荒れる確率の方がやや高いです。金沢1レース。予想上位は浦河の音。目標タイムは1分30.7秒です。荒れない確率の方がやや高いです。金沢2レース。予想上位はフェアリープと。目標タイムは1分37.8秒です。荒れない確率の方がやや高いです。金沢3レース。予想上位はエイシンアメンダー。目標タイムは1分30.3秒です。荒れない確率の方がやや高いです。金沢4レース。予想上位は思考。目標タイムは1分38.1秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。金沢5レース。予想上位はタイクーン。目標タイムは1分36.8秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。金沢6レース。予想上位は2期。目標タイムは1分30.7秒です。荒れない確率の方がやや高いです。金沢7レース。予想上位はロックシティボーイ。目標タイムは1分52.4秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。金沢8レース。予想上位はフェーマスグローリー。目標タイムは1分36.9秒です。荒れない確率の方がやや高いです。金沢9レース。予想上位はデルマーウォッカ。目標タイムは1分29.5秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。金沢10レース。予想上位は HN バンピー。目標タイムは1分36.4秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。金沢11レース。予想上位はリケアマロン。目標タイムは1分29.2秒です。荒れない確率の方がやや高いです。高知1レース。予想上位はリワードエレイン。目標タイムは0分52.3秒です。荒れる要素はほぼなさそうです。高知2レース。予想上位はアイベット。目標タイムは0分52.2秒です。
荒れる要素はほぼなさそうです。コーチ3レース、予想上位はアルスカー。目標タイムは1分 26.2 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。コーチ4レース、予想上位はコスモロイロー。目標タイムは1分 26.0 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。コーチ5レース、予想上位はスリーロマンス。目標タイムは1分 25.7 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。コーチ6レース、予想上位はバンケドミンゴ。目標タイムは1分 31.0 秒です。硬いレースになりそうです。コーチ7レース、予想上位はスワーク・ヨハン。目標タイムは1分 32.0 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。コーチ8レース、予想上位は名称オーパス。目標タイムは1分 30.5 秒です。硬いレースになりそうです。コーチ9レース、予想上位はバリチューロ。目標タイムは1分 44.9 秒です。荒れにくいレースになりそうです。コーチ10レース、予想上位はウィンデルで。目標タイムは1分 44.2 秒です。荒れにくいレースになりそうです。コーチ11レース、予想上位はチャン・ミコジョロン。目標タイムは1分 27.4 秒です。そこそこ荒れるレースになりそうです。サガイチレース、予想上位はコートパルフェ。目標タイムは1分 31.0 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。サガニレース、予想上位は福島ブルース。目標タイムは1分 32.0 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。サガ3レース、予想上位は青いラグリー。目標タイムは1分 32.6 秒です。高確率で荒れるレースになりそうです。サガ4レース、予想上位はオスピタリテ。目標タイムは1分 32.3 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。サガ5レース、予想上位はミッキーマインド。目標タイムは1分 55.7 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。サガ6レース、予想上位はフィルモアテソウロ。目標タイムは1分 25.2 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。サガ7レース、予想上位はシャルマンシェリー。目標タイムは1分 24.7 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。サガ8レース、予想上位はミアノウッドリー。目標タイムは1分 24.1 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。サガ9レース、予想上位はプリンシパルアクト。目標タイムは1分 25.1 秒です。そこそこ荒れるレースになりそうです。サガ10レース、予想上位はゲットザフェーム。目標タイムは1分 32.6 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。バンエイ第1レース、予想上位はカブトファイター。荒れる確率は 50% です。バンエイは AI の完成度が低いので注意。バンエイ第2レース、タケルキャンパカップ。予想上位は3階末。荒れる確率は 55% です。バンエイ第3レース。まさきくんお誕生日おめでとう。予想上位はザワの力。荒れる確率は 76% です。バンエイ第4レース。ゴルベーザヒイラギ記念。予想上位はマルホントーマス。荒れる確率は 74% です。バンエイ第5レース、急行弓高校古代平原杯。予想上位は山頂タイガー。荒れる確率は 60% です。バンエイ第6レース、アーサン爆誕記念41。予想上位はクリスタルスペイオー。
荒れる確率は 68% です。バンエイ第7レース、テタジーニョービヒロ初参戦記念、予想上位は綾野大魔王、荒れる確率は 62% です。バンエイ第8レース、第6回神田杯、予想上位はカイセドクター、荒れる確率は 69% です。バンエイ第9レース、中川、初帯広来訪記念、予想上位は北西竹田から、荒れる確率は 63% です。バンエイ第10レース、剣豪杯帯広 DE 爆誕賞、予想上位は南十字星、荒れる確率は 66% です。バンエイ第11レース、柏臨床、予想上位は北西太陽、荒れる確率は 64% です。バンエイ第12レース、ビーニーさん、予想上位はジェイスカイ、荒れる確率は 68% です。ここからは出走馬の中で、馬娘に実装された馬たちの子孫や、ゆかりのある子を紹介していきます。予想とは一切関係ありません。レースラベンダー、M1 シゲタ、ストレート、スマイルジーニアス、フォーユーランラン、マイネルステレール、マルケイレイダン、ホワイトエーレ、ゴールドクレイン、ビューノアスイール、ビックトメンマ、フラワーカンパニー、キーナイス、大聖ファルクス、チハヤブルラン、ビューティマドンナ、スマイルウェーブ、ボルケーノペスカ、コギュートス、オーケンアマゾネス、都の明かり、ホーオーサマンサ、ムーンダイヤモンド、バケーション、ドスハーツ、雪のリッキー、ウィーンビオラ、グタンタン、ピンクヒップガール、タイクーン、ブリクシア、ラシェンテ、サザンフィールド、マイネルスピカ、ファントムルージュ、オリーブブランチ、ローシェンナ、センドネージュ、イオマカニ、国のダイヤ、カノンウッドテール、ビナクローナ、ミランダバレー、エイシンレーザー、光要素、イスティント、ハッピーヤロー、ピンクちゃん、リネンデイジー、福島ブルース、アルファホール、ウィーンブリオーソ、アドーシール、グランクロワ、シャルマンシェリー、ウィーンカムトゥルー、グランツエクラ、ミアノオットリー、マイネルケイローン、ヘリックス、ゴールデンウエスト、スペシャルディガー、サーフライド、アトラクティッド、フィールドグーフィ、アイノアローズ、ジャンヌの剣、パクパクですわ、スカイサーベル、アキノカトレア、モルデュール、プリマリー、ブライティアルアー、アスのヒロイン、ロジディープ、アボロンティ、ボートロイ、フェアリープト、デルマ地蔵、カレンレベンティス、雪化粧、ラテントパワーズ、ルナエルモッサ、エイシンミュージュ、ピエナパプリカ、ミーハディビーナ、アリアージュ、ナイトプラネット、スマートエステラ、名称サソリザ、リーベット、名称オーパス、チートン、ブンタンフィズ、チャンミコジョロン、タマモカラボス、トリニティテソーロ、ストームサージ、モズキラー、クロカドッグ、サンドスピリット、ビューノブライダー、オスピタリテ、エイシンテラ、花火ちゃん、フィルモアテソーロ、ショウヘイ姫、ターンザコーナー、ミスファイト、プラソン、グラシアスゼロ、カシノビルボード、デステハド、オメガローズヒル、キンジトウ、アネラアーニャ、アステルグロリアス、クレーンパーディタ、パープライト、ピオニエーレ、鋼、
バンケ・ドミンゴ、アイス・シェルフ、ジャッキー、ソラネル、ダンス・イン・ザ・スノー、5G、ジョイ・パピエーダ、夜間飛行、ヨシキタ、ブレッド、チェリー・シンガー、サトのダンディ、チョコチップ、コスモ・ガーディアン、マイネル・チューダ、息の奇跡、歌詞のフォワード、バイオレット・モーブ、ホーリー・バジル、祭りだ・ショパン、ゴールド・ギア、グッド・ラック・スター、金と白ワン、ケイラグ・マッハ、ライディーン、サノのビーチ、カズの残月、イズ・ジョー・アーサー、ナイト・スター・リー、シルバ・ブール、ニキ、ドン・リュースター、フェーマス・グローリー、栗の響き、デルマー・ウォッカ、デイ・ドリーム・ビーチ、ワンダー・ウォール、先駆け・バイオ、マノン・ルージュ、バージン・エスパー、ユーのラグゲーム、脇のグロリーヤ、フォーカルポイント、ブルースター、ミスフレンド、クーペリー、チューオーラム、ゴールドプレイ、ミストブレイカー、バレーニュー、スワーグヨハン、カワチャンフェイス、バークスディ、ナムラジャクソン、アポロミラクル、グリーリー、西野キントーン、ラインメッセージ、ペイシャワキア、シンギングロード、上昇ブーケ、オンテンバール、セレナイトグレー、ビーチプリンセス、ケイスリー、浜辺の誘惑、ポストモダン、アネロイド、ヒルズガイ、トレジャーシップ、アンディレイト、サウスシーパール、シュマンドロワ、VL10、エムティトップ、服の山帽子、ラズライトサナ、スノーストーム、プリンシパルアクト、スマートパナセア、サンライズテラス、インザライフ、フレイムイングス、GH グールド、ピンフドラサン、グランメゾン、プレストマーベル、モルフェアセーラー、ミユキパーフェクト、スタールーズベルト、スターマンモス、ファイ、コルニヒット、メモワールロマン、トラモンタン、アスマスティーブ、アキバ、ビッグタイマー、ドミナンス、バスターショット、エイシンノバ、ラマジ、JK ミリミリ、レイバルオゼ、アイベット、クニノルージュ、ノーブルシェイド、カドフィール、キョウモモユリコ、シシリアンルージュ、シャインデザイン、ナックエクレール、フェブソラーレ、ベントアズーロ、ケイワ、ピクチャーカード、クリノビバーチェ、ミスターアイジン、リワードエレイン、マメタ君、マイネルアンファン、フィンガーズクロス、イケアマロン。水沢第一レース、枠入り完了しました。スタートを切りました。5番夜間飛行が前に行きます。後を追うのは1番ゴールデンウエスト、10番吉北カッ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番夜間飛行。その後には1番ゴールデンウエストと10番吉北が続きます。5番夜間飛行そのまま逃げ切れるか、独走か。5番夜間飛行が1着見事。続くは10番、4番、6番か。水沢第2レース。さあ、舞台は整いました。スタートが切られました。4番ポルカグリースが前に行きます。4番ポルカグリースの背後には2番がビーズドリーム、7番デルマクビナデカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番がビーズドリーム、その後には4番ポルカグリースと6番トラモンタンが続きます。3番ストレートが後ろから追ってくる、追い抜くか。3番ストレートが1着見事。続くは2番、1番、6番か。水沢第3レース。さあ、舞台は整いました。スタートを切りました。7番ルレットが前に行きます。2番手は6番マイネルステレー、3番スマイルジーニアスカ。
レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番ルレット、その後には6番マイネルステレールと3番スマイルジーニアスが続きます。7番ルレットそのまま独走か、逃げ切れるか。7番ルレットがゴールイン。続くは1番、5番、4番か。水沢第4レース、ゲート入り完了。さあ、スタートしました。まずは4番体勢ナッツーラが好スタートを切った。あとを追うのは2番チェリーシンガー、6番マルケイレダンカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番ミユキゲ国城。その後には2番チェリーシンガーと4番体勢ナッツーラが続きます。1番ミユキゲ国城そのまま逃げ切れるか、独走か。1番ミユキゲ国城がゴールイン。続くは8番、3番、4番。水沢第5レース。さあ、舞台は整いました。スタートが切られました。先頭を走るは1番サンライズテラス。後を追うのは8番スマートパナスや9番クイーンズタウンか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番サンライズテラス。その後には8番スマートパナスやと4番体勢フェイマスが続きます。4番体勢フェイマスが先頭に立つか、先頭か。4番体勢フェイマスがゴールイン。続くは1番、8番、5番5。水沢第6レース、各馬、揃って。スタートを切りました。11番大勢ファルクスが前に行きます。2番手は9番マメタ君、7番クレエンパーディタカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは11番大勢ファルクス。その後には9番マメタ君と10番キーナイスが続きます。11番大勢ファルクスそのまま逃げ切れるか、独走か。11番大勢ファルクスがゴールイン。続くは8番、9番、10番か。水沢第7レース、各馬、ゲートイン完了。スタートを切りました。先頭を走るは2番チハヤブルラン。2番チハヤブルランの背後には6番カルストンデライト、9番脇のカトレアカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番チハヤブルラン。その後には6番カルストンデライトと9番脇のカトレアが続きます。5番スカイサーベルが追い上げてくる、先頭か。5番スカイサーベルが1着見事。続くは7番、2番、3番。水沢第8レース。さあ、舞台は整いました。スタートが切られました。まずは5番ブライティアルバーが先頭に立ちます。並ぶように10番コキュートス、1番リンシャン解放か。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番ブライティアルバー。その後には10番コキュートスと1番リンシャン解放が続きます。2番モルデュールが追い上げてくる、先頭か。2番モルデュールがゴールイン。続くは4番、8番、5番か。水沢第9レース、枠入り完了しました。さあ、スタートです。10番ムーンダイヤモンドが早速先頭を取る。後を追うのは11番ターントゥレスト、6番アスのヒロインか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは10番ムーンダイヤモンド。その後には6番アスのヒロインと4番カシのフォワードが続きます。10番ムーンダイヤモンドそのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。10番ムーンダイヤモンドが1着見事。続くは6番、3番。水沢第10レース。さあ、舞台は整いました。さあ、スタートです。2番ベアエクセレントが前に行きます。2番ベアエクセレントの背後には8番インザライフ、12番北のズーナクアカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番ベアエクセレント。その後には4番祭りだショパンと8番インザライフが続きます。4番祭りだショパンが後ろから追ってくる、先頭か。4番祭りだショパンがゴールイン。続くは10番、1番。水沢第11レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートしました。先頭を走るは2番グランコージ。2番グランコージーの背後には11番ヒロシ君、4番バケーションか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番グランコージ。その後には4番バケーションと11番ヒロシ君が続きます。4番バケーションが後ろから追ってくる、追い抜くか。4番バケーションがゴールイン。続くは1番、12番、2番か。金沢第1レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートです。まずは2番金と白ワンが好スタートを切った。2番手は3番秋葉、8番スタールーズベルトか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番金と白ワン。その後には9番浦河ノートと3番秋葉が続きます。9番浦河ノートが後ろから追ってくる、先頭か。9番浦河ノートが1着見事。続くは6番、5番、8番か。
金沢第2レース。さあ、舞台は整いました。さあ、スタートしました。まずは3番フェアリープトが好スタートを切った。2番手は7番ライディーン、1番レイズミーアップか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番フェアリープト、その後には2番ケイラブマッハと6番パープライトが続きます。3番フェアリープトそのまま独走か、逃げ切れるか。3番フェアリープトがゴールイン。続くは5番、6番、2番か。金沢第3レース。さあ、舞台は整いました。さあ、スタートしました。5番デルマ地蔵が前に行きます。5番デルマ地蔵の背後には1番ウィンビオラ、7番エイシーマメンラーか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番エイシーマメンラ、その後には5番デルマ地蔵と1番ウィンビオラが続きます。1番ウィンビオラが後ろから追ってくる、先頭か。1番ウィンビオラが1着見事。続くは7番、5番、2番。金沢第4レース。さあ、舞台は整いました。さあ、スタートです。まずは2番志向が好スタートを切った。2番志向の背後には8番ビッグタイマー、5番佐野のビーチか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番志向、その後には4番シュマンドロワと8番ビッグタイマーが続きます。2番志向そのまま独走か、独走か。2番志向がゴールイン。続くは6番、4番、1番か。金沢第5レース、各馬、揃って。スタートを切りました。まずは7番雪化粧が好スタートを切った。その後ろには8番ブイエルジュ、9番ブリクシアか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番雪化粧、その後には4番タイクーンと8番ブイエルジュが続きます。4番タイクーンが追い上げてくる、追い抜くか。4番タイクーンがゴールイン。続くは6番、9番、7番か。金沢第6レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートしました。3番シルバブールが前に行きます。並ぶように4番ガガ100万石、8番ダズリングレイか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番シルバブール、その後には5番ニキと4番ガガ100万石が続きます。3番シルバブールそのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。3番シルバブールが1着見事。続くは1番、5番、7番か。金沢第7レース。さあ、舞台は整いました。さあ、スタートしました。5番フィンガーズクロスが前に行きます。後を追うのは8番マイネルスピカ、6番エイシンのバカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番フィンガーズクロス、その後には6番エイシンのバと8番マイネルスピカが続きます。1番ロックシティボーイが追い上げてくる、追い抜くか。1番ロックシティボーイが1着見事。続くは7番、5番、6番か。金沢第8レース、枠入り完了しました。スタートを切りました。まずは6番ラテントパワーズが先頭に立ちます。並ぶように1番ジャストインタイム、3番フェイマスブローリカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番フェイマスブローリ、その後には1番ジャストインタイムと5番鋼が続きます。3番フェイマスブローリそのまま独走か、独走か。3番フェイマスブローリがゴールイン。続くは5番、1番、7番か。金沢第9レース、枠入り完了しました。さあ、スタートしました。8番ミーハディビーナが早速先頭を取る。並ぶように4番ユージョニスト、1番グランメゾンか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは4番ユージョニスト、その後には9番デイドリームビーチと6番デルマウォッカが続きます。9番デイドリームビーチそのまま逃げ切れるか、独走か。9番デイドリームビーチがゴールイン。続くは6番、3番、7番か。金沢第10レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートしました。先頭を走るは1番先駆けバイオ。1番先駆けバイオの背後には6番刃、9番マリアージュか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番刃、その後には8番 GK ミリミリと2番 HN バンピーが続きます。2番 HN バンピーが追い上げてくる、追い抜くか。2番 HN バンピーがゴールイン。続くは8番、7番、9番か。金沢第11レース、各馬、揃って。スタートを切りました。3番バージンエスパーが早速先頭を取る。2番手は1番プレストマーメル、4番シャトル投手か。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番リキアマロン、その後には4番シャトル投手と1番プレストマーベルが続きます。
2番リキュアマロンそのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。2番リキュアマロンが1着見事。続くは4番、10番、1番か。コーチ第1レース、ゲート入り完了。スタートが切られました。まずは5番リワードエレインが先頭に立ちます。後を追うのは4番オリーブブランチ、3番ファイカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番リワードエレイン。その後には3番ファイと4番オリーブブランチが続きます。5番リワードエレインそのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。5番リワードエレインがゴールイン。続くは3番、4番、1番か。コーチ第2レース。さあ、舞台は整いました。スタートを切りました。3番アイベットが早速先頭を取る。後を追うのは5番クニノルージュ、2番ローシェンナカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番アイベット、その後には2番ローシェンナと5番クニノルージュが続きます。3番アイベットそのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。3番アイベットがゴールイン。続くは5番、1番、2番か。コーチ第3レース、ゲート入り完了。スタートを切りました。まずは8番マルスカーが好スタートを切った。2番手は10番ムジコムイハン、2番星雲四天王か。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番マルスカー、その後には5番ビッグロゴスルーフと3番のブルシェイドが続きます。9番ブルースターが追い上げてくる、追い抜くか。9番ブルースターが1着見事。続くは8番、5番、3番か。コーチ第4レース、各馬、ゲートイン完了。スタートを切りました。1番ジョーヌ彼らが前に行きます。後を追うのは10番リオマカニ、4番クーペリーか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番コスモロイロ、その後には2番センドネージュと7番ケイバラードが続きます。8番コスモロイロそのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。8番コスモロイロが1着見事。続くは2番、9番、4番か。コーチ第5レース、各馬、揃って。さあ、スタートです。先頭を走るは10番スリーロマンス。2番手は1番ユイの赤備え、8番カノンウッドテールか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは10番スリーロマンス。その後には6番湘南ラジオアと8番カノンウッドテールが続きます。10番スリーロマンスそのまま独走か、独走か。10番スリーロマンスがゴールイン。続くは8番、7番、6番か。コーチ第6レース、枠入り完了しました。スタートが切られました。まずは3番サバナが好スタートを切った。3番サバナの背後には6番ミランダバレー、4番バンケドミンゴか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番サバナ、その後には4番バンケドミンゴと1番ミナクローナが続きます。4番バンケドミンゴが先頭に立つか、先頭か。4番バンケドミンゴがゴールイン。続くは1番、3番、9番か。コーチ第7レース、さあ、舞台は整いました。さあ、スタートしました。10番スワープヨハンが前に行きます。その後ろには4番 AP フローネ、1番アイスシェルフか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは10番スワープヨハン、その後には1番アイスシェルフと11番パイロスコープが続きます。1番アイスシェルフが先頭に立つか、追い抜くか。1番アイスシェルフがゴールイン。続くは10番、11番、8番か。コーチ第8レース、枠入り完了しました。スタートが切られました。まずは3番レグナムが好スタートを切った。その後ろには1番名称をパス、2番カワチャンフェイスか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番レグナム、その後には1番名称をパスと4番バークスティが続きます。1番名称をパスが追い上げてくる、追い抜くか。1番名称をパスがゴールイン。続くは3番、6番、8番か。コーチ第9レース、さあ、舞台は整いました。スタートを切りました。先頭を走るは2番グリーリ。2番手は8番ロードミッドナイト、3番西のキントーンか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番バリチューロ、その後には3番西のキントーンと8番ロードミッドナイトが続きます。1番バリチューロそのまま独走か、独走か。1番バリチューロが1着見事。続くは3番、8番、2番か。コーチ第10レース、各馬、ゲートイン完了。スタートが切られました。先頭を走るは6番シンギングロード。
並ぶように1番ウィンベルで7番シートンか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番ウィンベルで、その後には6番シンギングロードと7番シートンが続きます。3番ヒカリオーソが後ろから追ってくる、先頭か。3番ヒカリオーソがゴールイン。続くは7番、1番、2番か。高知第11レース、さあ、舞台は整いました。さあ、スタートです。まずは1番上昇武器が先頭に立ちます。その後ろには12番チャンミコチョロン、9番ウィッチプリンセスか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは12番チャンミコチョロン、その後には1番上昇ブーケと4番キングムーンが続きます。12番チャンミコチョロンそのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。12番チャンミコチョロンがゴールイン。続くは10番、4番。佐賀第1レース、さあ、舞台は整いました。さあ、スタートです。4番取りに来てソーロが前に行きます。並ぶように2番タマホカラボス、1番イスティントか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番コートパルフェ。その後には5番ストームサージと2番タマモカラボスが続きます。5番ストームサージが先頭に立つか、追い抜くか。5番ストームサージが1着見事。続くは3番、10番、6番か。佐賀第2レース、各馬、揃って。さあ、スタートです。1番ピンクちゃんが早速先頭を取る。後を追うのは8番モーニング桜、2番リネンデイジーか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番ピンクちゃん。その後には5番インドエラと3番福島ブルーツが続きます。3番福島ブルーツが後ろから追ってくる、追い抜くか。3番福島ブルーツが1着見事。続くは5番、10番、7番か。佐賀第3レース、各馬、ゲートイン完了。スタートが切られました。まずは7番ラズライトサナが先頭に立ちます。並ぶように11番ブレスエンブレム、6番ポストモダンか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番ラズライトサナ、その後には6番ポストモダンと11番ブレスエンブレムが続きます。10番ワオイラブリーが追い上げてくる、先頭か。10番ワオイラブリーがゴールイン。続くは5番、11番、6番か。佐賀第4レース、さあ、舞台は整いました。スタートが切られました。まずは5番シャインデザインが先頭に立ちます。2番手は2番ユイフルー、9番オスキタリテか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは9番オスキタリテ、その後には5番シャインデザインと4番博愛ドリームが続きます。9番オスキタリテそのまま独走か、独走か。9番オスキタリテがゴールイン。続くは8番、3番、1番か。佐賀第5レース、各馬、揃って。スタートを切りました。まずは9番マネロイドが好スタートを切った。並ぶように5番ウィンブリーオーソ、8番サンライズハイヤーか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは9番マネロイド、その後には8番サンライズハイヤーと4番ミッキーマインドが続きます。8番サンライズハイヤーが追い上げてくる、追い抜くか。8番サンライズハイヤーが1着見事。続くは4番、3番、2番か。佐賀第6レース、ゲート入り完了。さあ、スタートしました。9番 AOYB が前に行きます。2番手は8番ワイヤード、3番フィルモアテソーロか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番フィルモアテソーロ、その後には9番 AOYB と8番ワイヤードが続きます。3番フィルモアテソーロそのまま逃げ切れるか、独走か。3番フィルモアテソーロが1着見事。続くは8番、1番、7番か。佐賀第7レース、各馬、揃って。さあ、スタートです。まずは9番ミスファイトが先頭に立ちます。9番ミスファイトの背後には6番アンデュレイト、2番トレジャーシップか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番アンデュレイト、その後には8番シャルマンシェリと9番ミスファイトが続きます。3番パタパタママが後ろから追ってくる、先頭か。3番パタパタママがゴールイン。続くは8番、6番、1番か。佐賀第8レース、各馬、揃って。スタートを切りました。5番鈴鹿サウスソングが早速先頭を取る。後を追うのは9番宮野ウッドリー、8番プラソンか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは9番宮野ウッドリー、その後には5番鈴鹿サウスソングと4番レジェンドルーラーが続きます。9番宮野ウッドリーそのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。9番宮野ウッドリーがゴールイン。
続くは1番、4番、7番か。佐賀第9レース、枠入り完了しました。スタートが切られました。先頭を走るは6番テローミシュラン。その後ろには7番カシノビルボード、11番シゲルペガサスカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番テローミシュラン。その後には2番プリンシパルアクトと7番カシノビルボードが続きます。4番アメリカンマッハが先頭に立つか、先頭か。4番アメリカンマッハがゴールイン。続くは9番、2番、12番。佐賀第10レース。さあ、舞台は整いました。さあ、スタートです。まずは10番のオムハーンが好スタートを切った。あとを追うのは11番アネラーニャ、7番金字塔か。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは10番のオムハーン。その後には7番金字塔と11番アネラーニャが続きます。4番ゲットザフェームが後ろから追ってくる、追い抜くか。4番ゲットザフェームがゴールイン。続くは1番、10番、8番か、8番か。